代七夕祭り、いよいよ来週に迫ってきましたね。今年は被災地の復興への思いと全国の支援者の気持ちをつなげていくという意味を、つなぐをテーマに開催されるということです。お天気に恵まれるといいですよね。さて、今朝のカフェの文句は、石巻の仮設大橋ランチ、自治会長を務めていらっしゃる山崎真也さんをお招きしています。山崎さんは合わせて石巻仮設自治連合推進会の会長を務めるなど、石巻の仮設全体を取りまとめていらっしゃる方なんですよね。今の仮設住宅の実態、そして今はどんな支援が必要とされているかなど、